はい、どうも皆さんこんにちは、カズと申します。デッドバイデイライト、やってた時にね、たまたまちょっとチーター出てきたんでね、ちょっと急遽撮ったんですけど、ちょっと音声入れてなかったんでね、ちょっと動画見ながらちょっと喋っていこうと思います。この緑のね、クロちゃんなんですけど、もう完全にもう見てチーターですよね。ほら、切っても切っても無敵なんですよね。ほら、この緑 T シャツので、めっちゃ付きまとってくるんですよね。僕もヘルピリーでちょっと使い慣れてないんでね、ちょっとアーカイブ消化しようと思って、まあ、チェーンソーでガンガンやってるんですけど、まあ、全然当たってない感じですね。で、このチーターがめっちゃ俺のとこに付きまとってくるんですよ。他の人やらせんように。これは切っても切っても高速回復、これはひどい。これはガラクタいじりがバンバンやってんのかな。で、チェーンソーでプレイヤー切ってもほら、もう一瞬3秒で回復。いや、でもちょっとやりながらね、笑ってしまったっすね。これはさすがに初めて出会ったんでね、こんなチート使う人に。で、僕ももうアーカイブで4人ヒルビリでチェーンソー切るやつがあったんでね、それやってたんですけどね、もう普通に戦おうと思ってたけど、もうこうなってしまったらもう勝ち目ないんでね、もうチェーンソー攻撃だけに切り替えてますね。しゃあないと思ってね。こんなチートして楽しいんかなーっては思うんですけどね。面白くないよね。やっぱ全然このゲームはまあドキドキしながらね、生きれるかどうかを楽しむゲームなんでね。ちょっともうみんちゃんも、このみんちゃんもちょっとチーターおるから、このみんちゃん多分チーターやないと思うんですけどね。こうやってブロックするから切れないんですよね。で、みんちゃん懐中電灯カチカチするけど、あのパークの光よりなんとかかんとか、いでしものかなんか懐中電灯のライトが効かなくなるパークつけてんでね、全然関係ないんですけどね。みんちゃんも一緒になってちょっともうこっちに煽り散らかしてきたんでね。いや、ほんと、このクローデット邪魔すもんね。邪魔しかせんすもんね。で、懐中電灯するけど、全く意味がない。で、居場所バレる。俺ももう4人チェーンソーで切りたいから、頑張って、必死に頑張ってますね。いやー。厳しいね、厳しいね。他の2人は発電機もガンガン回してるけど、もう僕ももうこうなったらええやってなりますよ。ずっと肉壁してくるからチートの人がね。懐中電灯効かないよ、効かないよ。おもろいよね、このチートの人。ほら、高速回復早すぎるよ。まあ、PC だよね、
チート使えるな多分。ちょっとバンしてもらわないけんなと思ってですね、ちょっとこれはひどいなと思ってまあ動画してるんですけど、で急にあのモレルも消えたんですよね、どっかに。そのチートの影響なんかなって思うんですけど、でめっちゃ肉壁してくる。で開ける、まあ、チェーンソーで切るんですけどね。で高速回復で、あっちにいるチェーンソーでみんな切りたいから、こっちいるからで、そこに、うわ早っ早すぎるよ。で一人脱出で煽ってくる、屈伸煽りしてくる。でハッチありますね、ここにひたすら付きまとってくるんでね、高速移動どういう脚力してんだって感じですけどね。で誰もいない、誰もいない、持ったね、持った持った。で僕はチェーンソーで切りたい、とにかくそれだけ。この試合はもうそれだけだった。俺はもうチーターがおったから。でもうみんな遊び出すよね、こうなったら。みんなもうね出ていくの。で煽ってくるね。アーカイブのあの生存者4人チェーンソーで切るってやつは、あれはどうかな、4人誰でもいいのかな、切るのは4回切ればいいのかな、儀式1回で終了するってやつは。まあ高速で脱出されてしまいましたね。いやーひどかった。でまあアーカイブクリアできたんでね、よかったんですけどね、僕としてはまあ消化できたんで。うん。でこのランク4の人だよね、一番上の。一応ちょっとチート使ってんで通報しときましたね。多分一番上の人だとだけやと思うんですけどね。ちょっとね、みんちゃんの方もね、ちょっとその時は、チートやないかなぁ。まあ、一緒になってから、カチカチしてきたんでね。一応通行しちゃったんですけどね。多分、一番上だけやと思う。6と7の人は、ランク6と7の人は多分、まあ、普通の人やと思ったんですけどね。みんちゃんの人もちょっと文字化けしとったんでね。マッチ中。一応ちょっと、やないかなって思ってですね。はい、まあ、皆さんね、チート行為ね、しないようにしましょう。もう楽しくなくなる。自分は楽しいかもしれんけど、全然楽しくなくなるんでね。マッチが崩壊するんでね。まあ、はい。まあそんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。また、じゃあ、別の動画でお会いしましょう。バイバイ。